今トイレに部屋の中、美人がトイレから出てきますので大きな拍手でお迎えください。よろしいですね。はい、じゃあ私がこう言ったら大拍手でお願いします。寺中名人、そしてオンドラム室は五号鈴木ちゃんが来てくれました。いつもこんな感じなので病人の声がございません。いいね、もうずらいと。もう万能ですか、これ。ベンチャーですか。ヘンドリックスまで。じゃあちょっとうるさくなりますよ。アートロックな世界にお届けします。
大丈夫。関連しないのさ、派手やってさ、ビビー来たことあるよ。関連しないんだよ。入れ歯が取れた時はあるけど、そんなことはねえから、入れ歯じゃねえし、まだ。やがてここが入れ歯になったら取れるっていう、それもいいギャグになるんじゃないかな。ここに歯がついてるって。これはこれで芸になると思う。まあそんなわけで、本当、当時の時は本当初めてやったね。素晴らしいベーシスト。その通りです。これ、お世辞です。やめて、本当に嬉しいよ、当時。また、ボリューム2も やりたいね。でも、曲2桁超えたからね、これは一つの目安ですよ。これがいくつまでやるか。でこれちょっとね、ありかもしれないね。面白いと俺は思うんですけど、皆さん楽しんでますか？楽しんでるの俺たちだけで、大丈夫ですか？家の、あのサンダの楽しんでないって言えないじゃんだって。まあそれそうだね、状況で。それそうだったよ。それそうなんです。それでは、いや今日はちゃんと俺やる気出してほら地面。あいやいや、俺も一応。カットしてさ、こういうこれウエスタンのおじさんでしょ、これ。いやいや、ウエスタンじゃない、これ結構凝ったりよく見る。このシャツじゃなかった、あの絵は。あっちゃんが描いてくれた絵、このシャツだったこれだよね。絵になってる、絵になる男という。そんな、何面白いことになってこない。では、もう一つ、ヘンドリックスアレンジで、さっきもやったボブ・ディランの、名作から、オールド・オン・ザ・ウォッチ・タワー。
構結構いい感じ。ボリューム2あるかも。本当に？あるんですかボリューム2？無視って見えにくいね。みんな緊張だんだよね。俺ね、客さんかやる？まあ、あのそういうこともあるかもしれません。そしたらその時はよろしくね。あれ今日はあのマスターっていうか。あそこにいらっしゃいます。はい、あのマスクかけて、あちら、ひときわ目立つあのテラさんですね。え、そうこっちもテラだ。テラさんです。両方とも汚いなぁ。うるさいなお前ら。いいんだよ、ロックは汚いやつがやるんだよ。まあ、さっき断られましたから、コッペパン焼かれようとしたら、汚い人お断りとか。そうだよ。ダメだ、入っちゃう。ヒッピーお断りとかね。そうヒッピーって言葉自体はもうあまりなくなる。職質されるでしょ。します、されますね。ね、ダメだよ、職質なんかされちゃう。お前もされてるだろうか。俺は曲作ったからいいけどさ。でも地味編は2つつなぎられましたけど、まさか次も地味編じゃないですよね。いやいや、もうその今日は地味編対…いや、そんなことはない。いや、だからヴィンテージロック&ブルースフェスですから。うん、ヴィンテージね。古臭いって意味ですよね。古臭い、いや、古臭いブルースは1曲やりたいと思いますから。いかがでしょうか。こんな夜はブルースをあなたに、寺中名人が心を込めて歌うわ。ストーミーマンでブルース。Friday.
うまいんで驚いてます。光栄です。別に子供ワンの時は大したことないなと思ってたんですけど、相当うまいですよ。俺も男気キャストの時は大したことないな。おっしゃる通り。うまいな、大使が。男気キャストに子供ワンドって、ひでえ名前だよな、両方ともな。本当に。まあ、真面目にロックやってるとは思えない。男気ワンドとは思えないね、今だよね。何が東京男気キャストだと思ったでしょ。何が子供なの、立派な大人じゃないかという、ね、本当にね。でもまあよくすれ違うんだよ、高速とかな。でかいバス、なんか汚いバス乗ってたじゃん。こっちも汚かったからさ、お、音ボケたの、こんなとこまで来てやんのって言ったら、よく考えたらこっちもこんなとこまで来てやんの。来た帰りだったりするんだよね。そうそう、すれ違ったりする。そういうね、すれ違いはあったんですけどね。一緒にやるのは本当に今日が本当初なんで、皆さんに歴史的な瞬間を、見てるということになりますけど、まあね、なんか一緒にプッとできるのって言ったらすぐヴィンテージものになってしまう。ちょっといっぱいやな。ナウイのやろうよ、ナウイの本の。じゃあ一番ナウイやつ。ナウイの、俺たちにとって一番ナウイ音楽ってなんだ。これだ、若者一家、これがベンチャーズサウンドだ。キャラメン。Thank you.
クサンドだ。エレキが死語、エレキ死語もそうか、エレキそうか。でも これでもしさ、このギター裸で持ってたら職質されるそれか。おかしいもんだ、こんなので裸で持ってロールしたら。まあ、そしたらちゃんと締める技もちゃんと返し技結構もう持ってるんで、またレパートリーが箱番的な感じになっていますよね。これでもその頃はやれなかった。もう一つエレキサンドのもう一つは俺のギターヒーローで、その、まあ、テラシタケシとブルージーズにいたんで、テラシタケシと今弾いたベンチャーズ、ノーキーエドワーズ、もう一人、モズライド御三家ヒーローは若大将、本名田沼雄一、芸名加山雄三です。田沼雄三、今の嘘ですよ。田沼お前、あ、青木大将もね、止められちゃったね。じゃあ、石山慎二郎とヤングビーツの、エレキ合戦、最初に出た時の一周目勝ち抜けの曲を、知ってるよ俺、ね、映画いいね、そういう、ね、これ名作です。田山さんが作った、エレキの若大将、サウンドトラックよりブラックサンドビーチで聴いてください。わかりました。ボリューム2があればやってみたい。それでは、若者の引けコーナー伝わりましたでしょうか。押し付けに押し付けやりましたけど、もうどんどんシーンって感じにしようになっちゃう。何のこっちゃってかもしれないですが、これが俺たちのやっぱ大事なルーツの頃にやってた音楽、最新音楽をやってる感じだね。もうと当時ナウナヤングと言われてましたから、こう見えて、ね、ナウナヤング、本当にみんなナウナヤングだ。50年前はね、ね、50年前はあんな若かったのにね。まさかこの年になるのは、ちょっと弾いてて、ずっとまさかこの年になるまでバンドやってるとは思いませんでした。だってしかもこの年になるまで職質受けることになるなんて、
夢にも思いませんでした。そしてステージに立ってお金をいただく、こんなことがまだ続けられるなんて、このコロナ禍になって大変なことだと思うと、ごぼうちゃんが言っております。長いの何やるんだよ。いやいや、今一応君がさっき歌ってた歌をちょっと BGM で、 あの時君がバカだバカだった。今でもバカです。じゃあ、もう一回ちょっとヘンドリックスモードに戻して、あ、いいですか、ちょっとまたうるさくなりますけど。いいよ、静かですか。俺はいいよ別に、静かなやつ出してる方だから。じゃあ、もう一回、期待の新人ジミヘンドリの、セカンドアルバムから。ジミヘンドリセカンドアルバム何やるんでしょうか。いや、もうちょっと、そろそろ本気出すよ俺。いいよいいよ、そう、じゃあ今まで本気じゃなかったんですか。すいません、手抜いてました、すいません。そうですね、僕は本気出します。わかりました。じゃあ、小さな羽という曲を。
Thank you.
Thank you. Good afternoon. Good afternoon.